ありがとう。そう、朝配信2日目。食べてくれて、ね、目が開かない。朝から会えて嬉しいと。おお。顔が起きてない。桃舎の中さやかスマイル。おはよう、いってらっしゃい、おかえり、おやすみ。いや、ご飯食べてないですね。今日は水だけ。おはよう、ありがとう、来てくれて。目が覚める。そう、セミはすごい。セミの朝は早い。あ、みんなはこれから朝ごはんか通勤かお仕事ですね。おはよう。ラジオ体操行ってないです。私はまだ起きてないです。私はまだ起きてないね。健康的な生活をしてるよ最近。本当に私はまだ起きてない。今日は本当に熟睡してた。昨日は何回も起きたけど、今日は熟睡した。そっか、通勤中か。え、通勤中に見てたら気にならん？なんか隣の方とか窓に反射してとか。夢はね、見てない。いや、見た、多分見てるけど、今思い出せない。窓の反射。そう。隣の人もつろう。隣の人を見て、お、これなんだ。見てみようかなみたいな。あ、もう出勤されてる方は人が少ないところで人が少ないところで星投げよう。どういうこと？私何モグラに似てるって？私私モグラじゃないよ、人間だよ。どれ目初めて言われた。やっほー、おはよう。やばい、今日めっちゃいろんな人に眠そうって言われる。
ってさ、めっちゃお腹空いてる時はもうある。でも今日は別にお腹空いてない。あ、この色この色が似てる。おはよう。おはよう、おはよう。グリーンスムージー飲んでるってすごいおしゃれ。いや眠いです、私はまだ起きてない。 DD マサさん、福太郎さん、シナさん、カズさん、テエールさん、ヒラ兄さん、アオちゃん、イヨネさん、ミヨミヨさん、コッペさん、メッテヤさん、クマ、レインさん、炭酸せんべいさん、ヨシタさん、うっかりあんこさん、レイクさん、ノムさん、藤田もつさん、ナオッキさん、メガバイトさん、アーツさん、ヒラリンハットさん、アオちゃん、ヒデのヒデさん、あれ、ノブさん、ヤシさん、高尾炭治郎さん、A ちゃん、ゆうきさん、カズさん、元気くん、ナリバーさん、ツタポンさん、高尾炭治郎さん、タトシンさん、 A ちゃん、くま、ありがとう。カズさん、ありがとう。本当に 朝はね、あんまりスクショしない方がいいです朝は本当に。うん、やばいから。おはよう。朝はやばいから。そうそう、コンディション問題コンディション的にパシャなんちゅうね、昨日配信終わってすぐ寝ました。やっほ、おはようござんす、みんなの衆みちさんも私の40倍寝てる嘘。ほんと大丈夫、眠いよね本当に。皆の衆、40倍ってなかなかよ。もう寝とるよ。私が起きてないと言ってしまったのであれば、もう寝とるよ。朝から可愛いぞって嬉しい。さっきから可愛いというよりかは眠そうとか朝みたいな顔とかまるまるに似てるとか、まあ、これはそう、夢の中だ
可愛いなの。お顔は優しくて安心するね。どういう言い方。言い換えよ。本当ありがとう、やったー。今日の朝ごはんはフレンチトーストだな。ベビーフェイス。眠そうな顔だねは最高の褒め言葉。そうやったん、ごめん。気遣いやった、そうやったんや。ありがとうございます。教えてくれて、そうやったんやね。あ、私眠気と読む、もしかして読み間違いしてる。眠気と読み間違いしてると、あ、なるほど、そうかもしれない。うん、おはよう。尊い。フレンチトースト。パチパチ。パチパチ。私は7時に起きたんだ。でも1回寝坊して7時10分に起きたね。そう、私もね、規則正しいね生活心がけてるんだ。大人っぽくなった。私今日は二度寝するか迷うけど、どうしようかな。少し二度寝しようか。今日、あ、私のめくちゃ配信、今日の19時ですね。あ、いってらっしゃい、おはよう、おかえり、おやすみ。私は20分。準備。私はセミの抜け殻は拾っておらん。おらぬ。いや、スクショしないで。そう、みくちゃんの恋の期限1日なの。そう、期限すぐ使わないと。朝の準備は多分早い、早いです。そう、セミがね、すごい大合唱なんだ。セミの大合唱。おはよう、おはよう。クマセミというのかな。それもすごい。同化してる。確かにね。 F 渋谷さん、メガバイトさん、ロックオンさん、トシヤさん、リンさん、セイヤンさん、ユイチさん、リクトさん、メッテヤさん、カスさん、元気くん、ナリバーさん、ツタポンさん、ネタヤさん、ありがとう。
お、592日、やったやったっていうか続けてるだけだけど、続けることが大変なんだ。なるほど。お帰宅予定よ。簡単なんでね、難しいんだな。ありがとう。確かに最近鳥よりもセミの鳴き声が聞こえてくるかも。お、ありがとう。お前からずっと見てる、ありがとうねえ。ほんとよ、オアシスなの私どういうこと。ジャッキーさん、盾様、ハブさん、A ちゃん、シンジさん、ありがとう。うん、寝そうになっちゃうよね。いってらっしゃい。え、わかんない、どうだろう、夏はどうかな。私の声眠くなっちゃうよね。はじめまして。あ、落ち着く、心地よい、あ、ほんとたぶんこう寝転がって聞いてたら絶対眠くなると思う本当いい感じ、広報担当の田中美穂。ちょっと落ちてました寝落ちしてるやん、それで寝る。おはよう、可愛いです、好きです、ありがとう。
人大体大好きさんって嬉しい。確かに。みんな寝ちゃって。寝ちゃって。私もう寝っ転がったらもう絶対寝ちゃうもん。気をつけないと。逆に目が覚めることもあるんだな。確かに悪魔のささやき。ダメか。それダメか。頑張れ。勉強。さらに目に出てくる。寝てもいいよって言われたらもう寝ちゃうよね。おはよう。いってらっしゃい。めくちゃね。なんだろう。配信を視聴していくことと動画を視聴することとツイッターにシェアしたらポイントが300ポイントぐらい貯まって、で でもそのポイントは1日で消えちゃうからもう全部投げた方がいいっていうことですよね。あーそっか、そういう視聴も時間決まってるの。メガバイトさん、マイセンさん、カイキチさん、リンさん、ユイチさん、鳥取太郎さん、佐藤さん、A ちゃん、コッペさん、ユイチさん、エビスさん、メッテヤさん、ありがとう。ねえ、そう、でも、そう、今日予定がある方は寝転がらないように。確かにね、あんまり、そうですよね。11日までだから、あと1週間ぐらいだ。あと7日間ですね。で、どうかな。みんな、みんな頑張れ。みんなカラオケしてるよね。みんなカラオケするよね。目が綺麗。本当に寝そうになっちゃう。
ツイッターのポイント2回目は他じゃないとつかない。いい感じの質問が来ました。どうなんやろ、違うと、多分違うとこじゃないとダメって見たいです。そうやって何回もできないんだね、やっぱりそういう風にできてるんだ。私のモーニングルーティーンは何だろうな、特にないかもしれない。超普通の感じ。うん、超普通。ありがとう。あ、ミキサー配信始まった。そう、でも昨日も二度寝しなかった。寝そうになったけど大丈夫でした。チルー、A ちゃん、F 渋谷さん、サトルンさん、ありがとう。あ、でもテレビはつけないかも。昼だったらつけるけど、朝はつけないかも。寝癖は直してる。でもこれ辺にはつかない、別に。今日は7時に起きた。あー、携帯は開くかもしれない。ありがとうございます、頑張れ。おはよう。そう、ボサボサしてるから。あ、そういうこと。私ボサボサするけど寝癖がつかないんだよね。寝こっけやけんか。台湾だと5時。あ、結構違うね。そうそう、私は今日英語を喋りたい。英語喋るぞ。簡単な英語。 Good morning。 Good morning。How are you doing? さやか姫。
I'm happy to see you. Oh. It's great.To see you again. これはまたお会いできて嬉しいです。挨拶はグリーティング。グリーティング、あ、グラッド、グラッドなのこれは。やばいよ。やばいよ。ってすごい。だってそうなんだ。ウォーってすごいってことなんだ。Amazing.そう、あのドラゴン桜で言ってた、日本では英語喋れますかって聞かれたら、いや喋れませんって言うんだって。私も多分言うと思う。いや、喋りませんって、すぐ。少し喋れても喋れませんって言うと思うんだけど、でもその海外の方から来た方に日本語喋れますかって言ったら、I speak Japanese. I like sushi, sumo. みたいな。もう寿司と sumo が言えたら、もう日本語喋れるって言うんだって。あと、その海外の方は歌を歌うことも開放的で、緊張感とかなく歌うってことは楽しいものと思ってるから、何のこうためらいもなく歌ったりとかできるんだけど、やっぱり
ンダードっていうか、そういうね比較的な感じではないけど、ちょっとためらってしまうっていうか、私も歌うことに関してはめっちゃなんか緊張しちゃうんですよね。だからそう、だから日本そう歌うのにすごい緊張しちゃう。そうなんですよ、恥ずかしいよね私も人の前で歌うの恥ずかしいんだよね。そう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 、だからそういう開放的な考え方に少しだけでもしていけたらいいな。そしたら緊張とかしないかも。おはよう。そう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 。お、ありがとう。こう普通一つの部屋があってその中で歌ってくださいって言われたら。私だったら多分ちっちゃい声で歌うんよ。でも多分開放的な方はもうその部屋に響き渡るぐらいの声で歌うんだろうなーって、ね、オープンハート。確かにリコチオープンハートですね。そうだね、そうそう、なんかねダンスしてる選手とかオリンピックとか多いですよね。そうそう、私やったらそうお家やったら踊るかもしれんけどねえ、そうそういっぱいありますよね。なんか本当に心が動かされました。そう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 、家で小道小踊りやったやったやったそう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 、家で一人で熱唱するのとこう誰かがいて歌うのと違うよね。ダンスバトルこの前ダンスの先生とリコチがダンスバトルしてたの面白かったツアーのリハの前にダンスバトルしてた。最初のストレッチの時にでも先生の方は全然バトル感なかった。もう普通にこうリズムに合わせてこうよく踊るんですけど、そこにリコチが急にこうなんかそうしてるって感じ。さすがよね。そう確かに動画撮ればよかったな、携帯持ってなかった、うん、やっぱり生徒同士でいいね。私もダンススクールのレッスン受けてみたい。めっちゃ面白かった。ミキチャ配信は今日は19時からです。高尾かわいい。
ありがとう。広島コバセリさん、ロックオンさん、高尾ゴンヤン、炭酸せんべいさん、エビスさん、イクガピョンピョン、マッサッサさん、セイヤンさん、エイちゃん、ありがとうございます。いいね、ガンバ。確かにレコ TV 最近見てないかも。私がバリ込んだらもうメンバー全員に驚かれちゃうかもしれない。本当ありがとう。あー確かに学校の時ダンスってあったかもしれない。あったあった、全然踊れなかった。全然踊れんかった。すごい。あ、そっか、ダンスが始まったコードがあったんか。確かにありましたね。もう体がね、思うように動かないんで。あ、そうなんだ。私が最初の世代かいな、もしかしたら1代目かもしれん。ダンスの授業1代目かも。あ、先生たちが一番焦ってる。そうなんだ。あ、フォークダンス。え、そうなんだ。うん、先生いたいた。あ、いなかったかな。いなかったかも。あ、でもどうだったかな、あんまり覚えてない。よいしょっと、いててて。お、TGC 今見たら1位いけそう。おお、ほんといいね。おはよう。盆踊り、盆踊りなの。おはよう。今日私どうしようかな。確かに。だんだんと起きてきたな。二度寝しないかも。今日の生き方。
11時。皆さんは今日休みの方はも寝てくださいね。確かにストレッチね、ストレッチしてないの全然。外暑いでしょう。暑いよね。ありがとう、可愛いです。それしかないやん。ありがとう。バンフィーさん、マナさん、ありがとう。暑いんですよね、または。目は覚めてきた気がする。ちょっと全然大丈夫です。なんか昨日も夕方さえもなんかすごい日差しが強すぎた。目が開いてきてる。今日は七並べすると思う。みくちゃがじくじで多分します。声が聞こえんかった。私の声聞こえんかった。いやちょっとカラオケしようかなと思ったけど、カラオケはみくちゃでするし、また夜にしようかな。昨日七並べプラスいろいろしてたら本当にやばかった。私は本当に超人だった。そう、めっちゃみんなカラオケしてるね。やっぱりカラオケが一番なんかいいのかな。そう、もうスーパーサイヤ人かと思ったもん。やっぱ4分置きだから七並べに3分ぐらいかかったら本当に1分とかの世界で、なんかマネージャーさんとツアーのこといろいろ話して。サイの話面白い。え、ありがとう。そうそう、ショールームさんに入ってない曲そう結構あるんですよ。だから歌いたくなる。カラオケルームに行かないと歌えない曲がいっぱいあって、そうだから歌いたくなるんですよね。プラスお休みメールも書かないとと思ったら、本当にメモにどんどん残していってましたもん。そうそう、そうだね、春夏秋冬とかあるし、イメージカラーとかもある。だからそれを踏まえて今日はどうしようかなと思ってますね。メール、うん、メールは1日 3,4 通ぐらいは送ってる。確かにそれでよく眠れたのかもしれない。
そう、出荷も経った。メール好き、嬉しい。あ、ありがとう。ね、皆さん朝ごはん作って、ご飯たくさん食べて、夏バテを倒して。でも室内デスクワークの方もちゃんと水分補給してくださいね。さやかまっすぐ進むよ。さやかまっすぐ進むよ。朝ごはん食べないの大丈夫？食べなくて。そう、気をつけてね。私もちゃんと食べる。そう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 。お母さんみたい。お母さんじゃありません。ママじゃありません。どうやったら食べるようになりますか？もしかして夏バテかい？麺がいいですよね。麺、麺とかフルーツとかゼリーとかがいいよ。私も食欲ないときはゼリーとか食べてます。なんかお菓子ダメなんだって。お菓子ダメって言われた。お菓子食べてたら梅干し食べなさいって言ってる。梅そうめん美味しそう。ステーキ、アイスもね、いいですよね。納豆卵ご飯、美味しそう。朝ごはんいいですね。じゃあ、私はそろそろ終わります。食欲があまり湧かない。夏バテだ。ゼリーがいいみたいです。あとうどんとかそうめんとかそばとかやったら食べれそう。食欲ないときは胃が弱ってたりするので、消化がいい低温のがいいですね。お、じゃあうどんだ。うどん、こちらこそありがとう。私もうずっともううどんの時あったよ。冷やしうどん、ずっと冷やしうどんの時あった。うどんで決まり。食べないわ。ダメだよ、食べないと。じゃあゼリーがいいよ。ゼリー、おはよう。うどんすごいよね。とろろとかいいね。そうめんとか。食欲が湧いてきた。まさかの。プリン、プリン美味しいね。うん、
やっぱり夏はあっさりですね。とか豚しゃぶとかどう？ポン酢で食べる豚しゃぶとか結構いいよ。締めにうどんでも入れて。ジュースも 100% は弱ったお腹には悪いみたい。そうなの？へえ。100% やけんいい感じするけど悪いんだ。豚しゃぶいいよね、夏バテしてても。よかった、おすすめお茶漬けもいいかもね、冷たいお茶漬け。 100% ジュースって結構あれだったんだ。結構え、大丈夫か。食べてよ皆様。 20% がいいの？そうなんだ100% 買おうっていつもしてたけど 20% くらいがいいんだ。100% は濃いすぎて優しくないんだ。辛いもの食べたくなる。なんか今麺のなんか夏限定のメニューとか結構増えてるみたいですね、いろんな場所で。特集があったこの前テレビで、夏限定メニューみたいな。スタミナつける系の夏メニューとかを。あ、そっか、氷とか水とかに薄めたらいいんか。確かに本当だ。6114人、ありがとう見てくれて。よかったらフォローしてね。ハートがピンクです。ラーメン強ラーメン強。少なすぎて足りない、すごいね夏限定メニューおいしそう。じゃあ壇上変わったかな。おはー、おはよう元気出るよ、朝ごはん食べるだけで。いもけんぺさん、えいちゃん、炭酸せんべいさん、くもはさん、のぶさん、ゆういちさん、ろっかんさん、さとるんさん、なおなおさん、ありがとう元気だよ。お、ありがとう。じゃあ今日の1位はめっていやさん、ありがとう。2位は元気くん、ありがとう。3位は A ちゃん、ありがとう。4位はせいやんさん。5位は F 渋谷さん。6位はネガバイトさん。7位は高尾炭治郎さん。8位はしのさん。9位はりんさん、ありがとう。10位はこっぺさん。11位はまいせんさん。12位はたてさま。13位は高尾ゴンヤン、ありがとう。エビスさん、あおちゃん、しんじさん、ロックオンさん、ケンタロウさん、ヘリさん、イナッチさん、渡辺さん、パトさん、ニナニータさん、井上義弘さん、マピさん、カメさん、のりふみさん、ゴジュアップくん、キックさん、奈良西さん、ノムさん、ゆいちさん、いもけんぴさん。34位がジャッキーさんです。おめでとう。いいことが起きるさ。だけでじゃあね、バーイ。
お、ありがとう。おはよう。ありがとう。バイ。おやすみ。